国立科学博物館でカールを外されて展示されている冷戦の栄道場の祈祷部分。冷却品構造と祈祷列管のシルベ風板が見て取れる栄は第二次世界大戦期に中島飛行機が開発、製造した空冷星型航空機用レシプロエンジンである。海軍名称は栄陸軍に波25として採用された後、性能向上型として波105。 1> 派115。後に、陸海軍統合名称としては、派35と呼称されるようになる。複列14機筒で、バルブ駆動方式はオフ。遠心式の下級機で下級された。設計的には、中島がライセンス生産していた、プラットホイット2世エンジンの影響を受けている。0式艦上戦闘機、1式戦闘機、旬のエンジンとして有名であり。 合計33,233機が製造をされた。このエンジンを元に18機投化し、ホマレが開発された。時期によっては、当時の日本のエンジンには、メーカー製のマニュアルがなく、現場の整備兵に依存していたなどと記載されている。書籍や記述もあるが、欧米並みとまでは行かないまでも、大半の発動機において、整備兵が特解できれば理解できる程度の、 メーカー製マニュアルが現存していることから、マニュアルがなかったというのは、語弊がある。そのうち、境の信頼性が、比較的高かったのは、冷戦や、一式戦などの主力戦闘機に使われたことで、整備兵側での知識共有が進んでいたことや、同発動機自体の整備性が高かったことなど、結果的に、A 搭載機の整備が安定して行われていたためと思われる。とはいえ、 現場側でも、都定制度由来の教育方針が根強かったことから、マニュアルが活用されない傾向が強く、実際、こまれ発動機の飛行台47戦隊府、整備式小隊の一件のように、日本の整備教育に問題があったことも事実である。ありがとうございます。